南中中原を中心とする天下からは異教とみなされる大地。そこは過酷ながらも人と獣とが共生する豊かな地である。だが今その南中の地に邪悪な欲望が押し寄せていた。北の人間による狩猟が活発化、多くの獣が南中から姿を消す。ある獣は戦に用いられ、またある獣は鬼人にもてあそばれるという。獣は仲間、獣は家族、人の思うままにしていい道理はない。南中を猛角とその妻宿雄は非道の者を懲らしめるべく立つ。敵をおびき出さんとおとりを使って待ち伏せする南中の民。そこへ現れたのは想像をはるかに超える数の狩猟者たちだった。下道の者ら許すまじ、南中王の怒りが大地を震わせる。駆け出す猛角と宿雄、彼らは獣たちを守ることができるか。火の神の末裔宿雄、派手に燃やすよ。なんちゅうの動物は、みんなわしらの家族や。こうなんてやつ、わしが取っちゃうぞ。まったく、人の連中はやることが汚いね。私が性根を入れ替えてやるよ。おお、ここにも珍しい動物がおるな。名族たる多くの人間を愛玩せねばな。どういう条件か知らないけど、ワクワクするね。消したね。動物たちを置いてとっとと帰りな。田舎も民族の邪魔をするか。そんでや、この私が治癒してくれよ。誰が火の神の知恵の力だ。
勢い誰にも止められますまい。穏やかじゃないね。まあ理由はどうあれ許しゃしないよ。火の神の道元勢がお相手しましょう。その調子だぜ。ここにも猛獣がたくさんおるわ。よし、先残らず捕獲せい。母ちゃん、その調子だぜ。あんたが悪さしてる連中の大将かい。お金の末、しくゆが懲らしめてやるよ。なんだ貴様らは。わしの計画を邪魔する奴は死刑じゃ。火の神の杖の力だよ。
ておいてやろう。いる限り団中は荒らさせねえぜ。さっさと尻尾巻いて帰んな。次は火傷じゃ済まさないよ。